沖縄基地移設反対の本音は、担保価値が消滅すること沖縄県で、軍用地ローンで金を借りている人は、軍用地が返還されると、担保価値がなくなる。そりゃ必死に辺野古移設反対しますね。すでにご存知でしょうが、軍用地として、国に土地を貸している地主は多い。軍用地は、普通の土地と違い、景気不景気によって、 値下がりはしないそして相手が国だから確実に金は入ってくるだから軍用地の資産価値は莫大なものになっている沖縄軍用地の地主の中には年間20億円もの賃料が入ってくる人もいるらしい普天間基地などの周辺住民で軍用地として貸している地主はもし普天間基地が返還されると貸し賃が入ってこないので 辺野古への移設反対派は多い。そこで軍用地ローンについて連帯保証人は原則不要だ政府が連帯保証人になって毎月払ってくれているようなものしかし軍用地の返還が起きるとその連帯保証人がいなくなる事態が起きる軍用地でなくなればただの県内一般の土地と同じ扱いになる 貸し賃も入ってこない。しかし返済はしなくてはならない。担保としての評価額は落ちる。残債の金額によっては、追加の担保を迫られることになる。通常借金に変われば貸し剥がしさえある。必死になって用地返還に反対するわけだ。経済評論家の渡辺哲也氏によれば、著書、沖縄を本当に愛してくれるのなら、 県民に餌を与えないでくださいの取材で、沖縄西の不動産投機を取ったら、政策金融機関、沖縄振興開発金融公庫から巨額融資を受けていたとのこと。もちろん、軍用地を、購入、賃借も、米軍基地として提供するため、ローンを組んでいる。しかも、済まし返って、日本政府批判に脅本している。これは商売だから。 沖縄の縮図そのもの政府を批判しながら政府系金融機関から金を借りている琉球新報と沖縄タイムスおそらく軍用地も持っているはずそりゃ必死になって軍用地返還に反対するはずだ既得権益をぬくぬくと我が物顔に利用しまくる沖縄マスコミ利権者が揃って叫ぶ 内知人が沖縄を蹂躙し続けている米軍基地反対出ていけばまやかしであろう沖縄銀行軍用地ローンの案内から抜粋軍用地主の皆様本県ローンにより軍用地主となる皆様のローンです開業資金に事業運転資金に新たな軍用地購入資金にあなたのプランにお答えします ぜひ、お気軽にご相談ください。ご利用いただける方。1、軍用地主の皆様。日本権ローンにより、軍用地主となる皆様。3、県内在住の方。資金のお使い道ご自由で、すごいう資金額、最大2億円以内。かつ年間治療の所定倍率以内。琉球銀行は、保証人不要の大型フリーローンと謳っている。